京と僕は同級生で、クズカーが森世代、はい、福井君、宮崎君ですね、はい、大阪桐蔭我々やってきて、そう3年生いなくなったらフィーバータイム、初めてそこで春夏連覇っていう言葉が出てきたんです、うん、はい、ということで始まりました。大阪桐蔭組が出揃いました。これ僕のチャンネルでこんな大勢で出ることないんですよ。世代がまた違うんですよ。右京と僕は同級生で30歳ね、うん、もう長いこと右京もやっててですね、でクズカーが僕の3年生の時の1年生、はい、森世代、はい、その5つ下、はい、福井君春優勝、春優勝です。で宮崎君ですね、はい、が福井君の1個下、藤原君とかの、そうですね、そうやね、ネオ世代の1番バッター、はい、みんなこういう動画って初、あんまりない、初、はい、固くならずにガンガン喋ってもらえれば嬉しいんで、はい、お願いします、はい、最初ですね、やっぱ大阪桐蔭で我々やってきて一番の思い出を言ってもらおうかなと。クズカーから逆に聞きます。ああ、僕ですか。面白かったというか、まあ、うん、今だから言えるみたいなのでは、はいはい、あの1年生の時の、ね、はい、食事当番、はい、先行くじゃないですか、はい、先輩ってあの席固定で決まってるんですよ、うんうん、あるね、うん、この席は誰っていうのも分かってるので、うんうん、これはピーやわ。いきなりどぎつる来たな、これね。そんぐらい、まあちょっとイラッとしたというか、あんま俺らも嫌いやなとかちょっとややこしいなっていうのは絶対あんねん、みんなね。福井君はい、たくさんたくさん、まあ僕らは結構上下はかなりあった、うん。福井くんが1年生の時は、2年生、3年生は、3年生が日ハム館に福田さんとか、はいはい、大阪ガスの田中誠也さん、お青柳さんっていう、うん、藤井健平さんとか、はい、一つは、うん、キャプテンが大阪ガスの吉澤さんで、うん、まあ、社会人で活躍する選手もたくさんいたのが一つで、宮崎くんが、まあ、こういうね、福井くんだし、分かりましたね、その思い出。こういう関係で言うと、はい、3年生が夏で終わって、そこでも1個上の学年と結束してルールに乗り切っていくみたいな風潮があると聞いたんですけど、僕らの時は僕らが入ってからも結構福井さんたち怒られてて、大阪桐蔭こんな厳しいんやなっていうふうに思ったら、その3年生がいなくなったらフィーバータイム、フィーバータイム始まって、なんかよくしてもらいました。そういうのもあってしっかりとしたキャプテンができたんですよ。その先輩たちを見てなんかこういろいろ変えていったっていうのは、そうですね、うん、僕たちの代は全然試合も出てなかったので、うん、1個上の代に絡んで、うん、でずっと弱いとか、はい、お前らは勝てないって言われてて、私生活もそういうことがあって、うん、宮崎たちの代にも、うん、最初そういうことはあったんですけど、うん、1つ下の代すごかったので、うん、こいつらの力借りないと勝てないっていうのは、僕たち同期で話し合って、うん、より強くまとまろうぜって言って始まったのが僕たちのチームだったので、うん、はい、いい感じになってしまいましたね。まあ、でもその中でですね、やっぱこう桐蔭にいてるとやっぱすごい選手も集まるじゃないですか。こいつすごかったなと、桐蔭時でもいいですし、これも大学でもいいです。まずピッチャーからいきましょうか。クズカーはピッチャーなんで、はい、バッターで、はい、高校の時は、うん、有原さん、おお、広陵の遠征あったんやから、あった、打席立って、うん、アウトローのまっすぐを見たんやけど、うん、それがもうずっと頭に残ってて、うん、それが高校の時が一番で、大学一緒になって、うん、すごいんやけど、うん、でもなんかホームラン打ってなかったっけ。いや、そうなんだ。ほんまに覚えてない、自慢じゃない。マジでたまたま振ったら、スリーランかなんか打ったよ、なんか打ったよ、ライトに特大のなんか打ったよ、うん、けどもマジで一番良かった。でも俺インコースだったら、うん、アウトコースのアウトロー、クズがありますか。バッターも、バッターもちろん森です。出た、もうこれね全員言う、まあ、確かに間違いないもんな。中学校の時から試合やってて、うん、その時からもう別格で、うん、中3の時でも夏とかも全国大会で試合したり、うん、やばかった、やばかった、バッティングはほんまに一番多分あのまんまなんですよ。今のオリックスの森が入ってきたみたいな。福井君はピッチャーは人生の中やったら大学の時に、うん、まあ、広島にいる森下さんと対戦させてもらったんですよ、うんうん、3打席ぐらい経ってま、うん、っすぐ1球も当たらなくて、分かってても当たらなくて、うん、やばいなって思いました。三振、カーブをヒット打ったんですよ。打ってんのかい、カーブだけ打ってんのかい。カットもチェンジも振った後に気づくみたいな、チェンジ来ないしカット曲がってるし、あと、うん、2打席三振しました。宮崎くんは、僕もやっぱいいピッチャーいろいろ対戦させてもらったんですけど、うん、違う角度から言うと守備守ってて、高校2年生の時徳山さんのピッチャー、うん、ここにいたんですけど、うん、
特に選抜の甲子園の時、うん、僕レフト守ってて、うん、ほぼ守ってなかったけど、そっちで勝手にやってるみたいなぐらい抑えてて、あーなるほどね、一番いいピッチャーというか安心感ありましたね、守備では。今、徳山くんはプロ行った DNA、 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 そんな安心感あるんや。ピッチャーとかやっぱすごいピッチャーもいっぱいおると思うし、僕らの時やったらやっぱ今永すごかったよ、同じトートやったら、うん、思った。柳とか、あの1個下やけど、上原わざかもう、あの吉永トートはあれなんですよ、六大に負けられへんって思うのが強すぎる。平日じゃないですか、試合土日やみたいな、全然人が違うんですよ、大学の同じ神宮で試合してるのにパラパラなんですよ、トートって。慶応と早稲田の試合なんかもすごいし、寂しいなっていうのを思いながら、そのアジアきついし、ネオとかもすごいんちゃう、すごいと思ってたんですけど、うん、冬連の時に、うん、おじさん来て、うん、テープぐるぐる巻きにしたあん時なめっちゃ重いボールを、うん、ロンティーしてたんですけど、うん、藤原とか頑張ってこう入れようとしてたんですけど、うんうん、入んないんだ、うん、おじさんバーって来てパーン打って冗談入れて帰っていって違うなあれ、あれ僕ら2年の時で1年の時なんですけど、あれは衝撃でしたね。見てみたいね、それね。確かに俺はよかった。近年もエグなかった近年も当たったら当たったらすごかったけど、近年ってレフトのポールをのホームランこう戻ってきたのこれは中田翔以来やこっち行ったのに戻って入った1年の時からよかったっけ。甲子園のえげつない弾丸のホームランって言うんだよ。結構おもろいっすね、はい、おもろいな。いや、これは実話なんで、こう戻ってきた戻ってきたみたいな、はい、ノート聞きたいな、ノート。一番思い出残ってる僕らの代は個人ノートだけじゃなくて幹部ノート、交換ノートやってて、急に西谷先生に呼ばれて、バーンってこんな分厚い辞書みたいな本を渡されて、今日からこれやるぞ。春夏連覇した時の優勝旗が写真で貼ってあるんで、1枚目にキャプテン福井はこのチームをどういうチームにしたいと考えて述べようって言ってこんなノートをずっしり書いてこいと思って、そこからスタートして、最初 2,3 日僕が全部書いて、次副キャプテンに回って、で僕ら副キャプテン7人いたんで、8人で僕含めて順番に書いて、西谷先生が読んで毎日コメント返ってくるんですけど、一番印象残ってるのは、春の優勝をした日に返ってきたノートに、よくやった、でもここからだ、春の山を一回降りてもう一度夏の山に登るぞ、他のチームは夏に向かってるが俺たちは一番遅いスタートだから早く降りないと夏間に合わないぞみたいな、初めてそこで春夏連覇っていう言葉が出てきたんです、ワードが。それまでは全くその言葉出してなかったのに、権利が出たんで、こっからさ春夏連覇だって、そこで春優勝したって実感が湧いてきて、あれはすごい衝撃に残ってます。え、めっちゃいい話、これで終われるやん。こんな後話せんやん。俺の心の成長しかない。日々成長。右京とか結構書かれてたんちゃう。いや、俺そんな書かれてないで。ほぼ心の成長やろ。お前が変われみたいな。なんかいろいろまあ書かれたけど、そんなかったよ。なかったなかった。仲は良かった、みんな。チームの。ここは多分相当仲いいですね。良かった。学年ですか。うん。ぼちぼちですね。ぼちぼち。みんながみんな仲いいって感じではない。どうやろ、俺か。どうなん、どうなん。大学の野球がすごすぎたからちょっと薄れてるっていうのがあんねんけども、確かに冷静にな考えた時に結構こうみんな孤立してたというか、そうやな、結構グループがあって2人ぐらいしかおらなかった。俺と小中雄平、あと誰やったかな、星野じゃん。あ、星野、星野ね。うん、もう3人とか。右京は阪神の西田、とかリオ、そうリオね。喧嘩もしてたか。喧嘩してたよ。ちょこちょこね。ちょこちょこな。俺はでもマジでしたことない喧嘩。でも決まってるやんか。ちょっと暴れ馬たちが。ちょっとしたことで荒れてるのは思い出したらいっぱいある。確かに。で僕も室内で。山根っていうのがいて、バーやってる子がいるんですよ。こんなでっかい体に持ち上げられて、僕取れたんだよ、最初に。浮いてもうて、何もできひんだよ。でも外出されて、もう一旦落ち着いてくれる。だから山根がおったから助かったけど、そう、山根がおらんかったら結構大変だった。俺らの学年は山根で成り立ってるからね。各グループあるけど、山根がもう全部属してるから、全部こう
まとまるみたいなとこあって、そう、あの手首だけで前島掘り込んだ、あ、そうそう、手首だけでこれだけでホームラン打ったよね、打った、で多分打ったことなくて、三塁回る前に手袋外したやつどこで手袋外したんだそうそう、ちゃんと写真撮られてるから、そう、もうほんまにすごかった。各世代が揃ってるんで、やっぱどの世代一番強いのって結構言われるじゃないですか。ゲンと一回対談した時に、いや、ミノルさんの代の方が強かったですよって話があったんで、どの代が一番強いかなって。でも多分やけど藤浪の代は強いと思うんだよ、うん、藤浪やもん、ピッチャー打たれへんってない。確かに俺ら引退してからも敏感、そう、引退してから急速10キロぐらい上がって145とか6とか言ってた記憶あんの、うん、だから常時140、うん、ちょっとぐらい、うん、けどさ、俺ら引退して甲子園行ってから、うん、153とか投げた、投げた藤浪で、ニュースで俺らのさ、あの決勝のね、使われるやんか、うん、あれがあったから成長できました、うんうんうん、いや、まあそれ嬉しいけど1年ちょ、藤浪みたいな7回まで6、1は勝ってないけど、気づいたらさよならデッドボールだったんで、まあ、そう、どうですか、どの台が強いとかってありますか。それでいうと僕は両方見てるんで、藤浪さんも見てて、伊藤さんも平田さんも見てて、でも僕は、そう、僕も3年生の台で甲子園行けなくのを見て、この台で甲子園行けんかったら、この先甲子園無理じゃないって思いました。ってぐらい、その時の僕にしたら最強って見えてたんで、そう、なんかあんま自分までばっか。野手は確かにそう言ってたけど、し、ピッチャーがさ、そうやね、オランダで俺だったから、ね、藤浪と、まあ、沢田とかみたいな、そうやな、ピッチャー手薄感はちょっとあった、うん、まあそんなもあって、どうですか、僕も、そうですね、ちっちゃい頃に藤浪さんの連覇見て、うん、中村誠さんの時の優勝も中学生の時ぐらいタイムに見て、はい、その当時に憧れて、僕は当時に入りたいと思って、うんうん、はい、で入って1個目もすごいすごかったんですけど、下の代は経験もあるし、メンツもいるし、僕らが残したチーム力もしっかりと受け継いでくれて、本当にチーム力もね、本当に最強、見てて絶対負けないと思ってた、僕らも1個下が最強じゃないかなって思ってます。普通に冷静に考えて強いよな、リオ君とかね、藤原君、ピッチャー柿木、横川、おお、こう掘る子ね、はい、鍵木くんはイチャームです、今頑張ってます。イチャームか、はい、そっか、ラーメン屋の息子かな、キーで西谷先生で、小学校息子ではないな、ないっすか、ラーメン屋やってそうな見た目ではあるラーメン屋のなんちゃらかんちゃらで言ってたんですけど、上の世代って中田さんのね、そうですね、世代とかもそこめっちゃ印象的でした、うん、俺らはやっぱ中田さんとか、あの平田さんとか辻内さん見てすごいなって思って入ったし、西谷先生も聞いてみたいですね、これは西谷先生そろそろ出てもらえれへんかなと思ってはい、結構ウキウキされてたんではい、ミドルマン×ゴリラマンでいきたいなとはい、ぜひお願いしたいなと思います。これまたちょっと聞いておきますはい、で日本選手権の、はい、いいですか、日本選手権に向けてちょっと意気込みを一人ずついいですか。僕が入って都市対抗優勝して、その前も日本選手権優勝して、まだそのトヨタっていうチームに戦力として力を発揮することができてないので、なんとか日本選手権でチームのサポートもしつつ自分も戦力として入っていけるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。僕たちも高校の時に日本選手権を見に行った記憶があるんで、準決勝か決勝戦ぐらいに、去年も準決勝を見に来てくれたんで、大阪桐蔭の現役の選手に、まあ、今年も勝ち上がって、そうやって桐蔭の現役の選手に、まあ、社会人野球もいいんだよっていうところを見せれるようにチームで頑張れたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。お願いします。目指すのは優勝ですけど、まあ、一戦一戦持ち味である投手力と守備力でしっかり守りきって、まあ、なんとか優勝できたらと思います。去年の日本選手権とした、今年もとしたいもの、日本一を立て続けなくて、まあ、今回も連覇かかってるんで、うん、今までないと思うので、うん、まあ、そこは目指して頑張りたいな、うん、で、遠いに僕らもあの
高校の時日本選手権行かせてもらって、うん、そういう刺激もらったんで、今年も勝ち進んで来ていただいて、うん、社会人の姿を見てもらえればなと思います。はい、今年のトヨタは投手力、守備力、本当になんか少ないチャンスをものにして、なんか都市対抗も優勝したなっていうイメージがあって、ピッチャー陣もやっぱすごいんで、その辺もちょっとぜひ皆さん見てもらえたらなというふうに思います。ということで、この辺でよろしいですか。はいはい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギャも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。